ゆっくりしていってね。明けましておめでとうございます。はいどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。どもどもちとやぜ。明けおめ。まあこれからもミスチルドレンをよろしくお願いします。お願いします。はいどうも皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はワンブロックやります。今回は旅行先での撮影となります。いきなりだな。ワンブロックとは、無限に出てくるブロックを掘って領土を広げるゲームです。まあ二人でプレイすると序盤は PVP が起こります。そうだな、とりあえず発展するまで倍速するんだぜ。ていうかこれ全部取られるやん。狭いうちはそうなるんだぜ。ウプ主のスキンがフランなのはどういうことなんだろう。それはウプ主が好きだからじゃないかな。どもどもキトです。あ、はい、こんにちは。今日も見に来ました。ていうか PC 開封動画が結構伸びてますよ。おっおっお、それはすごい。めちゃくちゃ語彙力皆無やん。てことでコメント返信コーナーやっていこう。今友達と一緒の PC 買ってるわら。まああれはウプ主によると10万円出してあとは親に出してもらったんですよね。それでは次のコメント行ってみよう。驚いた、これはすごい。シンプルながらいいコメントだ。はい次行こう。一緒に動かないとやりましょうよ。お願いします、お願いします。じゃあやりますか。それなら名前教えてください。よろしくなんだぜ。あとマイクラのフレンドも募集しているのでフレンド登録よろしくお願いします。ってことでコメント返信コーナーは終了なんだぜ。はい、そういうことでワンブロックですが、やっと石が掘れるようになりました。ワンブロックは掘れば掘るほどブロックが進化するのでいい感じ。石が掘れるようになって石ツール作ろうと思ったけど、掘ったブロック全部フレンドが持ってる感じだわ。お、ネザー系のブロックが出てくるようになったんだぜ。というかワンブロックはただひたすらに掘っていく感じだから、やり込みが重要。今ガストと戦ってる感じだな。ガストはやばい。語彙力を高くするのって難しいな。領地広げた方がいいかもしれない。そうだそうだ、右横にあるバーは死亡回数です。結構死んでるな。そうだね。それと問題が発生してますね。なんかブロックがいろいろと足りなくなるんだよね。結構変わったブロックが出てくるからね。同じブロックを集め続けるのは難しそうだな。あそうだ、今作ってるのは丸石製造機だよ。めっちゃ燃えてる。大炎上してるな。領土を広げるって難しいんだぜ。あと現在ウプ主死亡回数1位だけど大丈夫か。そうだ、友達に PC 開封動画を見せたら、なんだこの自己満動画って言われましたわら。自己満は草。それでウプ主は自己満の意味を知らないからよくわからなかったらしいよわら。あとこのゲームはツルハシゲーだから、ツルハシを作った方がいいと思うんだぜ。ということで今は広げてるとこだね。ってことでエンドラ出します。まあ自動的に出てくるよ。まあクリアみたいなもんだよね。でそのエンドラが強いんですよ。ウプ主はエンドラとサバイバルで戦ったことがありません。めっちゃ倒されてる。こうなると強い。でも沈みます。こうなると攻撃できなくなるんだぜ。上がってくるまでどれくらい時間かかるんですか。とにかくめっちゃかかるよ。ちょっとこれは暇なのでカット。うわー、めっちゃ死んでる。死にそうになった時にチャットを打とうとするのはすごい。めっちゃ間違ってるね。というか人増えてね。人を呼びました。人を呼ぶのは強い。というわけで倍速していこう。あ、下に行ってもダメージ与えれるように階段作ったのか。これはね、奈落に落ちながら作っていったからめっちゃ大変だった。そしてもうエンドラの体力少ないんだぜ。いいぞもっとやれ。そしてブロックをつなげていく。さあこれよし、もっとやれ。いけー。いいんじゃないの。やったー。ってことで、みんな、この動画20秒以内にチャンネル登録するとウプ主のプライベートにやってるマイクラサバに入れます。チャンネル登録してください。それと高評価もお忘れなく。では、バイ。